ってですね、イベントプラザへやって、そしていよいよ表彰式シャンパンファイトへと続きます。浦田選手がお客様に囲まれながら、このようにイベントプラザへこのマシンを買ってやってまいりました。ではシャンパンファイト、インタビューご覧いただきます。皆様大きな拍手をお願いいたします。さあ、優勝いたしました浦田慎介選手が到着いたしました。どうぞ中央にお願いいたします。さあ、たくさんの皆さんです。優勝いたしました浦田慎介選手です。まず一言、今の感想お願いします。いや、もう出たん嬉しいですはい、おめでとうございます。さあ、それでは早速シャンパンファイトを、ね、行いたいと思います。浦田選手と、そして次長課長のお二人、レースヴィーナスありさちゃんと一緒にシャンパンファイトを行います。で、最前列のお客様はシャンパンかかるかもしれませんが、どうぞあらかじめご了承いただきたいと思います。さあ、皆さん準備の方よろしいですね。ではカウントダウンを行います。いきます。シャンパンファイトまで3秒前、2秒前、1秒前。浦田選手、おめでとうございます。あれ、はい、うわ、おめでとうございます。温かな拍手をお願いします。さあ、浦田選手、お味はいかがでしょうか。うまいです。はい、ということでね、シャンパンファイトを行っていただきました。では中央にお願いいたします。はい、さあ、たくさんの声援が飛んでいます。では浦田選手にお話を伺いたいと思います。改めて SG 優勝です。おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、そして通算 100V です。そうですね、はい、はい、この大舞台でご自身でどうですか。そうですね、もう自分できると思ってなかったんで、まあ地元で本当はやりたかったんですけども、まあうまくいきました、はい。さあ、レースなんですけれども、実際エンジンの状態、今日どうだったんでしょうか。もうかけた感じはもう自分でもうやることないなとは思ってたんで、まあ、あと冷やしながら検査出すだけでした。さあ、そして、レースかなりこう木村選手も引っ張る、そんな中で後ろから追う展開になりました。どんなこと考えてましたか。そうですね、ずっと一回外に振りたくて、ずっと振りたくて、水草さんがずっとかかってて、水草さんごめんなさい、もう外で俺に行かせてたという感じで何度か出れたんで、自分のレース運びがしやすくなりました。浜松はドイツ G1 4連覇の地でもありますが、浜松どうですか。やっぱ相性いいですね、ここは、はい。さあ、浦田選手、これで、年末のスーパースター王座のトライアル戦一番乗りです。そうですね、また舞台立てるのがやっぱ嬉しいです。あとは明日は特別な日だと聞いています。そうですね、はい、まあ、もう息子の誕生日なんで、はい、前祝いで、はい、いいプレゼントになりました。そうですね、はい。さあ、今後の目標抱負聞かせてください。そうですね、まあ、体調を崩さず、まあ、いつも通りに頑張るだけです。さあ、それでは改めて皆様にメッセージを一言お願いします。本当こんなに集まりいただきありがとうございます。また呼ばれたらまたここに戻ってきたいと思います。応援します。おめでとうございました。どうぞ大きな拍手をお願いいたします。浦田選手にお話を伺いました。さあ、それではここで次長課長のお二人から浦田選手に花束の贈呈があります。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。どうぞ大きな拍手をお願いします。次長課長のお二人から花束の贈呈をいただきました。お二方ありがとうございます。さあ、それでは引き続き優勝選手表彰式を執り行います。表彰式に先立ちまして、本日のご列席者をご紹介させていただきます。経済産業省製造産業局審議官高田修造様、浜松市長鈴木康友様、株式会社山田電機 IT 事業本部 EC 事業部執行役員兼事業部長茂木博様、
公益財団法人 JKA 会長石黒克美様、社会福祉法人和光会児童養護施設和光寮榊原大六様、皆様本日はお忙しい中本当にありがとうございます。さあそれでは初めに経済産業大臣賞として表彰状が経済産業省製造産業局審議官高田修造様より下付されます。立つとったぞ。賞状優勝浦田信介殿、あなたは浜松市主催 SG 第27回全日本選抜オートレースにおいて特に優秀な成績を収められましたので、その栄誉をたたえこれを賞します。平成26年2月11日経済産業大臣茂木敏充。おめでとうございます。高田様ありがとうございました。続きまして浜松市長賞として表彰状と1500万円の小切手パネルが浜松市長の鈴木康友様より贈られます。賞状優勝浦田信介様、あなたは浜松市営オートレースヤマダ電機杯 SG 第27回全日本選抜オートレースにおいて日頃の成果を十分に発揮し見事優勝されましたので、その完投をたたえこれを称します。平成26年2月11日浜松市長鈴木康友、どうもおめでとうございます。おめでとうございます。さあそれでは浦田選手とそして鈴木康友様、家康君も一緒に記念撮影を行います。どうぞ中央の方にお願いします。賞状を持ってよろしくお願いします。はい、じゃあ家康君も入りまして、はい、記念撮影を行いたいと思います。はい、家康君行き過ぎです。はい、もっとこっちですよ。はい、さあでは記念撮影の方を、ね、行います。また改めて、写真撮影のお時間の方はさせていただきますので、はい、よろしいでしょうか。はい、また改めて、写真撮影のお時間取らせていただきます。はい、鈴木様どうもありがとうございました。はい、さあそして今度はこちらです。小切手パネルでございます。1500万円の、はい、こちら賞金ボードとなっております。はい、さあそれではこちらの方の記念撮影もよろしくお願いいたします。さあ今回はですね、SG 戦ということで1500万円の賞金ボードとなっています。はい、さあいかがでしょうか。鈴木康友様と一緒に浦田選手そして家康君とともにこちらの方写真撮影を行っております。はい、画面ではですね、今表彰式の様子をご覧いただいております。12レースの上がりタイムをご紹介しておきたいと思います。 3.361 という上がりタイムがマークされております。安澤さん、はい、そして安田さんがお二人、ね、優勝戦、ものすごいレースになりましたね。ものすごいレースですよね。はい、本当に実習戦の醍醐味を味わわせていただきました ね、はい、ではですね、ここで浦田選手におめでとうファックス届きましたのでご紹介しますね。これぞ浦田スペシャル賞だ、獅子の雄たけび、これぞパンジャおめでとうと賞内のスーパーヒーローかっちゃんさんからおめでとうファックスいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。そして浦田選手本当におめでとうございました。優勝戦の模様をお届けしました。 BS11 をご覧の皆様とはこの辺でお別れいたします。はい、ということで浦田信介選手の優勝で、
はい、幕を閉じました、はい、山田電機杯 SG 第27回全日本選抜オートレース最終日表彰式の模様もご覧いただいております。浜松オートのテレドームサービス、今ご覧いただいた番号でお願いいたします。さあ、この最終日優勝戦の模様、それからね、全レースの模様、7レース以降安原幸子さんとお送りしていきました。ありがとうございました。ありがとうございました。そして、解説は公営競技ライターの澤智之さんでした。はい、ありがとうございました。そして、インタビューとレポートは田尾口美穂さん、そして、森上理恵さん、アリスちゃんとともにもお送りしてまいりました。進行は私岸根松もでお送りしてまいりました。浜松、また次回の開催でもお会いしたいと思います。今日はこの辺でお別れです。皆さんごきげんよう。さようなら。さようなら。